与えられたからにはせいぜい利用させてもらいます。失礼じゃないですか。人の趣味にとやかく言う必要も権利もありませんよね。あなたは対価を払いました。その分はお返ししないと。それが物を教わる態度ですか。せっかくのギフトという進化の秘宝を与えられているというのに、時間を無駄にしているだけにしか僕には見えません。あなたに進化の秘宝は宝の持ち腐れだと。まあせいぜい諦めないで頑張ってくださいね。僕はギフトに選ばれたことを受け入れ、進化の真っ只中にいるのだと、そう思ってます。